よろしくお願いいたします。私自分のやりたいことをやっぱり留学して、はい、何かもみんなのために何か役に立つこととかボランティアとかということで、まあ、子どもたちを支えるということも前回おっしゃられて、はい、仮の申し込みをしたんですけれども、オーストラリア、オーストラリアの方に、はいはい、4月にすでに申し込みをしてあったものが、うん、がんが見つかったので一旦キャンセルをしたんですが、はい、がんが幸いもう全部きれいに取れたので、はい、もう一度申し込みをし直して、来年の10月に行こうと思っています、はい、今がんが取れたというのは手術をして、一応その時に完治ですというふうに先生はおっしゃられて、それは11月、6月です、今年の6月に全部取り切ったら終わりだよということは先生はおっしゃられて、はい、早速ちょっと手をいただき、はい、いいですか、すみません、反応自体は健康って出るんですけど、はい、この頃の習慣で、はい、割とやっぱり運動はされてます、してます、歩く、何時に歩いてますかね、時間ですか、はい、まあ、時間というか基本的に仕事が月水金なので、はいはい、その時は職場の日中が多いですし、火曜日木曜日と土日はお休みですから、はい、できるだけ例えば今だったら紅葉、まあ、一人でですけど紅葉行ったりとか、はい、近くの庭園に行ったりとか、はい、大体その日は1万歩を目指して歩くようにしています。1時間以上歩いてるんですか？1万歩以上歩いてます。さっき確認、僕何も知らない状態で確認すると心臓と出て、はいはい、運動が出たので、はい、この運動の不足の部分と、はい、運動の過剰の部分が出るので、はい、不足が3割過剰が7割と出るので、はい、感覚的にちょっと疲れすぎるほど歩いてるっていうような感覚ってあります？ありません。私は実は防湿ブロックを、先天性の防湿ブロックを持っていますので、はい、中学の時に引っかかってしまって、はい、で、それは遺伝的なものが、先天性なので遺伝的なものがあって、娘もそれで引っかかっているんですけど、はい、なのでできるだけ運動とかはもう中学高校と結構バリバリの体育会系ですし、はい、結構ずっとやってきたので、うん、自分の中では体力があると子供も4人産んでますし、うん、育ててますし体力があると思っていたんですが、やっぱがんになってしまって、うん、でその時は半年、6月に手術をしましたけど、その半年前から実はその左の半分だけにずっと違和感があったんですね、うん、右は軽いのに左がすごく重い感覚っていうんですか、うん、でそれで見つかったのもその下行結腸ってその左側 の、うん、の部分だったので、はい、そこをちょっと詳しくお聞きしたいなと思ったんですが、あ、右と左のこのバランスが悪いのか、それとも過剰的に動きすぎるからバランスが悪くなっているのかというと、全く何も知らない状態で見た時に、はい、先ほど言った心臓の負担と、はい、運動の過剰7割、不足3割ってそこだけ見えるので、はい、その今防湿ブロックとおっしゃった、はいはい、その状態で今の運動量が心臓にとってはストレスに感じているのか、はい、その辺の、うん、どういうふうに考えるのかをちょっと整理する必要があるかもしれないですね。わかりました。全体的には健康なんですけど、はい、あえて探せば、はい、ストレスが一番かかってるのが心臓で、キーワードが運動でしたので、運動の場合は不足の場合か過剰の場合かって出るんですけど、はい、過剰の7割と出て、その後防湿ブロックとおっしゃってたので、はい、もしかしたら心臓的には運動を和らげてほしいっていうような、運動を
不足のところも3割出るんです、はい、なのでそこの両面が出てるので、うん、不足でもあり過剰でもあるので防湿ブロックとの中で、あれ多分極端なんだと思います、うん、もうあの動き方がですか、動き方です、散歩の例えば毎日ではなくて、例えば、お休みの時に全く買い物しか行きませんでした、はい、ってなると100とか200とかになってしまって、うん、さあ今日は行くぞってなったら、うん、7000、8000、1万っていうふうに、例えば今日とかも今度歩いてますし、もしかしたら 今歩いた直後なので、はい、その疲労が出てる状態でスキャンしてるので、はい、あ、そうなんですね、はい、はい、子育ても終わって一応体力も使わなくなってきたので、はい、積極的に歩くように。じゃあもし、はい、心臓のところをその歩き方が工夫できた場合、はい、次に何の課題があるかを、あ、お願いします。見て、大体皆さん肝臓が出てくるんですけど、はい、肝臓と心臓のけると肝臓と運動っていうのが出るので、やっぱり運動が運動のところの毎日のアンバランスな運動量の調整っていうのが必要なのかなと。わかりました。ちょっとこうバランスよくとる、はい、ということですね、はい、肝臓はじゃあ飲酒は私はできないので、うん、まあ、そこに気をつけてと、はい、いうことですね、はい、飲酒はできない、私全くできないです。お酒飲めないので、はいはい、なので全体的には健康反応があるので、よかったです。その運動、まあ、留学後もこの歩く毎日のアンバランスっていうのを、はい、ちょっと意識していると健康を、はい、7、8割は健康を保てるはずなんです。良、はい、かったです。ありがとうございます、はいはい、入学についてなんですが、はい、40週、44週、48週という選択肢と、今町はケアンズというところに選んでるんですが、はい、ケアンズだけにするのか、ケアンズプラスブリスベンにするのかを今、48週はいい反応が出るんですけど、はい、もしかしたらシステムとか相手とかこちらとか、はい、何かがタイミングが手続きが効率的になるとか、そうですね、48っていう反応が出るんですけど、はい、何かお気づきになりますか、はい、48週だとプラス2ヶ月っていうプラスでこういられるっていう、うん、枠がつくというか、できるだけこう長くできるっていうのがあって、もともと1年行きたかったので、はいはい、1年だと48週っていうふうになるので、はいはい、それは希望、私的には希望通り、もうできるだけ長く行きたいっていう、はい、その反応は出てます。あ、はい、48週で、ケアンズという町に寮生活に入るんですが、はい、1年間寮にするのか、1年の中でも例えば10ヶ月はケアンズで、はい、2ヶ月はブリスベンの町を変えて選択ができるようになっています。とても選択型の方がタイムライン的には、はい、あのいい活性を感じます。10の2ということですか、でも11の1とかいろいろこう選べるんですね、その12の枠の中で、はい、それはもう好きに自由に選べる。例えば選択肢として、私の選択肢は12ですね、はい、もしくは11の1です。あ、ほぼ変わらないすみません。理由は分からないんですけど、はい、11の1っていうのが割と10の2よりかは11の1っていう方がなぜかメリハリが効くというか、
多分だらけないで1ヶ月はその自分で家を探して、うん、そのブリスベンの街では寮がないので、うん、自分で家を探して自分でアルバイト先を探してっていうその自立を目指した街なので、うんうん、そもそもそういうコンセプトなんですか街自体が。あ、そうですね、ブリスベンは学生の街なので、はい、学校も週6のところ、あ、週7日間のうち、うん、ケーンズは5日間授業ありますけど、ブリスベンは4日間になって、はい、3日間はバイトしたりとか現地の人と触れ合うというか、そういう自立を促すという。1ヶ月でも特に問題は、あ、全く問題、選択肢が自由に選べるので、はい、大丈夫です。自由の風の街ですね、はい、多分、でたまたまそのブリスベンっていうのは、その私の次女が、留学1ヶ月留学していた町でもあるので、まあ、ちょっと縁があるというか、はい、可能であれば、ね、同じ系列の学校なので、可能であれば1ヶ月自活してみようかなっていう、うん、娘さんからしてもおすすめだよみたいな。あ、楽しかったみたいです。本人行きたがらないんですけど親が行きたがってはい、はい、もう一度行きたいとおっしゃって。いや、私が癌になった時にお金を払わなければいけないので、うん、娘にどうって言ったんだけど、行きたい時は自分で決めるからって言って、まあそりゃそうだと思って言われていくのではなく、なのでキャンセルしたんですけど、だけどやっぱり行きたいという気持ちがあったので、はい。はい、留学した後は子どもたちとか、まあ、家も含めてなんですが、子どもたちは多分出ていくと思うので、うん、ご実家のあり方をどうされるかということですか。そうですね、はい、あと主人は実はテレワークをしていてほしくて、今は一緒に住んでいます。もう4月からずっとテレワークをしているの で主人の母がその住んでいますから、母と父が住んでいるので、そちらにこう帰ったらっていうことは。あ、4月からは帰る。いやいや、帰らない、ずっといるので帰ってくれないかなってちょっと思ってるんですね。ご主人さんはもう実家に帰っていただいて、そうなんかこう、そしたら私と、まあ、子供たちがまだみんな5人、長女以外はみんなそこに住んでいるので。あ、子供たち4人は、はい、みんなそこにいますので。いらっしゃるんですね。で、まあ、一番下のまだ20歳です。あ、はい、20歳なので、はい、ちょっと仕事、いえ大学生ですね。じゃあ、はい、その家は必要ですね。はい、そうなんです。はい、ですがちょっとあんまりこううまく子供たちと行かないので、うんうん、ちなみに1年してすればお母様が帰ってくる、オーストラリアから。あ、私はいや延長ができれば延長したいですけども、はい、前回子供が生まれたら帰ってくるようにという。あ、お孫さん、はい、お孫さんのサポート帰りたくなるでしょうでも、いや、こっち来てって感じですけど、うん、お母さんも、はい、面倒見てっていうシグナルが上がるだろうということですよね。いやいや、多分そうだと思うんですけど、でも学校の先生をやっているので、うん、一番早い子は多分長女だと思うんですけど、うん、まあ、彼と同棲もしているので、まあ、そこが多分一番だろうとは思いますが、そうですね、はい、はい、そこが流動的になる。そうですね、あとその先生おっしゃるそのこの孫たちをサポートするようにというところで、やっぱりその私は主人はもうの方に行ってほしくて、うん、でも本当テレワークで月に1回ですね、うん、仕事に行くの、ほとんど家に。あ、今現在もう4月からずっと、はい、じゃあしっかりとコミュニケーションが深まりずっと家にいますので、夫婦旦那の、そうです、そこで自分はその一緒に何かではなくて、まあ、それぞれでやりたいことを、うん、はい、やりたい模索してると思っているんですけど、ね、その、サポートするっていうのは、例えば私と主人が一緒に住んで何か子どもたちをこう、うん、っていうところなのかもちょっと聞きたかったです。ちょっと理由はわからないんですけど、はい、ご主人さんからされる方が風通しとしては
なぜこんな反応が出るのかわからないんですけど、はい、多角的なあの可能性が出ますね。多角的エネルギー的には、はい、いろいろな可能性が増えます。はい、その場合の方がご主人さん側からしてもその方が何か非常に便利な流れが起きてますね、はい、私は本当はもう早くから帰って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 ってずっと実は言ってきてはいるし、この単なる別居みたいな感じですか？完全に席を抜いたり、席を抜かないで単なる別居 で、はい、であの私の母はもう就活終わってるんですが、はい、まあ、弟も近くにいますし、主人の両親は、そうなんですね、はい、ご主人さんと家を、家がそのままあっていうことですね。あって、そこあ、まあ、実家がそこにある、はいはい、うちは家も買ってるんですけど、もともとの実家もそこにあるので。そうですね、2箇所でニーズが発生する、ご両親さんの実家 の、はい、あの面倒を見るというニーズと、そうです、そうです、そうです、お子さんや孫さんが誕生した時の拠点とした、はいはい、あの孫たちの育成のニーズと、そこを私がするから大丈夫っていうところと、はい、それよりも主人のそういう背景があるので、はい、そちらのセパレートした方向性が活力が出るのはそういう背景ですね。あ、じゃあその方がね、はい、本当は私は今からでも、うん、年明けからでも行ってほしいです、私としては。そういうことは聞けるんですか？今から行った方がいいのか、私が帰ってきたからいいのか。まあ、今から行きなさいっていうようなエネルギーはなくて、そんなことは焦らなくて、はい、いいですよっていうのが自然の反応ですね。はい、今から行く理由と大義名分がないんでしょうね、はい、あの主人の母は、あ、父かな、ちょっともう地方が入ってきて、うんうん、結構母が止めるのが大変なので、うんうん、まあ、そこに、まあ、主人は、まあ、例えば私もどんどん置いていきますので、そういうなんかそれをこうちゃんと見てほしいというか、うん、ここはあのお仕事のご主人さんの都合と、はい、うん、ご両親さんのご主人さんの話を最優先して協議が必要で、はい、この部分はエネルギー的に反応が出ないので、多分ご主人さんの仕事の兼ね合いとか両親さんがまだ持ちこたえれるから、仕事を先あの水満ちつけてからっていう状態なのかもしれません。その場合反応は出ないので、じゃ あの戻ってきてからはちゃんとこうそれぞれの方がいいよ、ね、ということですよね、はい、タイミングと、まあ、その時のタイミングによって反応は真逆になったりもするんですけど、はい、現実的な合理性とか筋道とか常識、それに合ってなければ反応は出ませんので、わ、はい、かりました。では、まあ、私がいなくなった時にまず、まあ、大学生が多分一人残っていますので、うんうん、はい、まあ、そこをちゃんとこう親としてきちんとこう、はい、あの見るというか、私は遠くからですけれども、そういうところですね。はい、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとすっきりしました、はい。